どうも皆さん、こんにちは、ワイドキング。ワイドの数だけ、伊達上がるよ、リュウです。さあ、今日はですね、オットアイズ。新パックにて登場したオットアイズ。これをね、やっていきたいと思います。オットアイズ、モンスターなんか知んないけど、ペンディラム全然ないのに、あ、これオットアイズっていうテーマがね、そもそもその遊戯王アーク5っていうアニメでその主人公が使ってるテーマなんで、まあそこそこやっぱり人気のあるテーマではあるんですよ。で、まあペンデラムないからデュエルリンクスはなんかペンデラムに関係ないオットアイズモンスターが追加されたんですけども、これ、ね、オットアイズセイバードラゴン、通称オットセイ、オットセイが、まあ、そこそこ強いですね。このカード手札にある場合、自分のフィールドの光属性モンスター1体をリリースして発動と。手札デッキから、オットアイズドラゴン、これです。これこれね、二色の魔の子、輝かし竜。皆さん、さあ拍手でお迎えくださいみたいなことを言って、出てくるよくね、あのモンスター、これね、初期のアークファイブで、これを墓地に送ると、出せますよと。これ光属性モンスターをリリースして出せる特殊召喚モンスター2800あるんで、結構強いですよ。結構で、このカードが戦闘で相手モンスターを破壊して墓地を送ると、相手フィールドのモンスター1体選んで破壊するっていう効果を持っているので、相性がいいカード結構いろいろあって、光属性だったら何でもいいんですけども、一番強いのはやっぱね、聖眼だよね、多分ね、光属性って。初期の騎士を墓地送って太古の白石を送るとか、シンプルに太古の白石を墓地に送るでもいいし、あと、青き目の剣士を召喚して、このゼロになった剣士をどかしてオットアイズするとかもでもいいし、まあ、なんだかんだ相性がいいんですよ。まあ、だからこれとプラスこれだったら結構強いじゃん。だから、そういうシナジーが割とありますよと。で、あとは普通にシンクロ召喚のギミックにも使えるし、この罠の、コストに対抗しらししてもいいしみたいな感じで、だからまあシナジーは結構噛んでるかなって感じなんですけども、これ一番やべえのはこのデッキ、手札に引いちゃ いけないカードめちゃくちゃあるんです。もともとさ、聖眼デッキって聖眼と白きデリューを引いちゃいけないって言われてるテーマじゃないですか、基本的には。まあ、コスモブレインがめっちゃガン詰めされてるっていうだったら別だけど、だからそういうデッキでそのね、オットアイズドラゴンっていう、引いたら一切何にも使えない、因果か3ブレのコストにしか使えないモンスターと、あと、まあ、単純にセット引きでは何も、セット引きじゃないと何も仕事しないオットアイズセイバードラゴンっていう、そのこの辺のモンスターがめちゃくちゃ入ってるんで、引いちゃいけないカードめっちゃ多いんです。だからある程度事故ります、ある程度ね。ある程度事故るけど、これね、やっぱりオットアイズセイバーと聖眼並んだ時なんかね、ちょっとかっこいいんだよ、かっこいいの、まあ、そこそこ並ぶけどね、こんだけチューナーっていうか、素材入ってる、下敷き入ってるんで、そこそこ並びますから、まあ、そういうね、そのかっこいいムーブを私、今日は皆さんにお見せしたいなというふうに思っております。早速、それでは、オットセイバーブルーアイズデッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、工藤雄星選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。ふん、強い。デュエル開始の宣言をしろ、磯野。デュエル開始。ちょっとトラップカード引きてえな、トラップカード引きて、初行オットセイいけるんで、これ初行オットセイちょっと楽しいんですよね。オットセイと聖眼並ぶんで結構楽しいんですよ。あとはね、やっぱね、その相手の妨害をできるトラップカードが、ブルーアイズって本当ただのバニラモンスターが多いので、基本的には相手のターン妨害一切しないんですよね。優しいですから社長は。なんでですね、まあ、基本的にはトラップカードを1枚くらい引いて引き込んで相手の防御をしていきたいといったところではあるんですが、さあ相手は何ですか、フリーズですか、支援ですか。さあ、リューマードの守護者を召喚していく。さあリューマードの守護者のモンスター効果を発動、手札を1枚墓地に送って、フュージョンと名前が記されている、もしくは融合の名前が記されている、あ、出た、金次郎来た、金次郎来ました、ネオスフュージョン加えていきますよと。なるほどですね、さあネオスフュージョンぶち込んでいく、金次郎ネオスですね。金次郎ネオスは一応リューマドが闇属性だったからね、まあ、割とそこそこシナジーはまあ噛んでるっちゃ噛んでるのかな。でも召喚権なんか若干かぶるんだよね。でも俺月光捕食ネオスみたいな、デッキ組んでたことあるんで、まあ気持ちはわかる、気持ちはわかる。でドロー、サンダーブレイクナイス、サンダーブレイクナイス。これはでもオットセイちょっと強いけどな、これオットセイ、これ初行オットセイだろ、初行オットセイで、オットセイで
これ今ボッチにはあ助けるドンしてるのか、助けるドンしてる、なるほど、ワンチャン助けるドン使わないみたいな話はないかな、これワンチャン助けるドン使わないもんだある、これ相手そんなことないかチョコリリースからのオットアイズボッチ送って、オットアイズセイバードラゴンを特殊召喚、そしてショコの騎士のモンスター効果発動、敵より太鼓の白石を墓地に送っていく、そしてカードを1枚セット、バトルフェイス、マジで効果読むな、効果読むな、俺のモンス、俺の効果読むな、俺の効果読むな、あ読むか、やるやるじゃないか、いやちょっとね、意外とプラチナ隊くらいだとね、なんか効果読まないで、攻撃通してくれるっていう人結構いるから相手のプレミを祈る男、これが最強のデュエルリンクス YouTuber の姿だぜ、相手のプレイングを祈ることしかしねえ、相手のプレイングミスを祈ることしかしねえ、あー金次、これ効果発動でいいか、金次はいい、金次は許すわけにはいかない、まあ一応ブルーアイズでさえも突破できないので、ですね、効果発動にチェーンすればいいですね。で、キンジの効果はチェーンしてサンダーブレイクを発動。ということで、太鼓の白石を墓地の奥で貴様のサンデュー・キンジローを破壊させていただくぜ。よし、危ない。なんだっけ、ラフレシアやばい。ラフレシアマジでやばい。カード、あ、1伏せある。1伏せある。1伏せある。エンドフェイズ、太鼓の白石のモンスター効果発動。なんで伏せたの？なんで伏せたのかな？これ、なんで伏せたんだ？なぜ伏せた？さあ白き霊竜のモンスター効果発動、相手のセットカードを除外していく、人殺し落としやな、なんで伏せたの、なんで伏せたのかな、さあスキルを発動していく、オルタナティブの効果、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンに進化し、オルタナティブのモンスター効果を発動、これによってネオスフュージョンの耐性を一度使わせていく、そして攻撃表示に変更するのは、まあ攻撃表示変更して、でこれでですね、太鼓の写真落ちてます、太鼓の写真落ちてます、ちょっと考えますね、これ剣士使って、オルタナ変身からブルーアイズ特殊召喚していく、で太鼓の白石でオルタナで回収していく、でこれでオットアイズで殴っていきましょう、オットセイでぶん殴ってオットセイ効果、フィールドのモンスター1体選んで破壊していく、対象取らない、強い、これは来た、オットセイガン強すぎるんですけども、さあお相手の方エド・フェニックス選手よろしくお願いします、ふんデュエルが強い、オットセイ、ちょっとオットアイズっていう、これちなみに皆さんにちょっと先に言っとくんですけども、デッキの説明で言ってるかもしれないんですけど、このデッキね、引いちゃいけないカードめちゃくちゃあるんですよまずオットアイズドラゴン引いちゃいけませんと、それから、まあ、ブルーアイズと白きレイリューも引いてはいけません、なので引いてはいけないカードが、1,2,3,4,5 枚くらいあるんですね、デッキの中に24枚のデッキで引いちゃいけないカード5枚あるってかなりやばいんですよこれかなりやばいです、かなりやばい、たまに本当なんかオットアイズセイバー、セイガンみたいなハンド来ることあるんでね、やばいこと起きるから、で諸侯の騎士セットしていく、セット方なんだろう、わかんねえな、オットアイズセイバードラゴン通称オットセイルの効果を発動、入れよ、絶望の暗闇に差し込むまばやき救いの光、オットアイズセイバードラゴン、そして諸侯の騎士のモンスター効果発動、デッキより光属性モンスター1体を墓地に送ることができる、ホワイトエンシェント墓地に送るぜ、そしてカードを1枚セット、バトルフェイズスパイラルセイバーフレイム、さあこのモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った時、相手のフィールドのモンスター1体を選んで破壊するという最強の効果を持っている、さあマスクチェンジ、なるほど、マスクチェンジ2800打点か、なるほど、それではこちらのセットモンスターを攻撃し、そしてオットアイズセイバードラゴンのモンスター効果発動、マスクヒーロー暗記を破壊、強い、す
強い、なんという強さ。コスメキサイが当てて、それは痛い、それは痛い。で、太古の白石のモンスター効果発動、デッキより現れよ、ブルーアイツ。ホワイトドラゴンを特殊召喚、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイツ、ホワイトドラゴン降臨。見てくれこの盤面、かっこよすぎないか、この盤面かっこよすぎないか。これだから赤い水星だけマジでやめて。エアーマンはいい、エアーマンは別に。ディアボリック、はい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 。で、融合、そこで融合ね、オッケーオッケーオッケー、そこで融合オッケー、あぶね、そこで融合オッケー。あ、どうでしょう、なるほど、まあそこはいいわ、そこはいい、あぶね。ちょっとほんと一番やばかったのほんと赤い彗星だったんで、赤い彗星されなくてよかったなって感じ。さあ、ディバインガイのモンスター効果を発動、ゲームから除外することによってカードを2枚ドローしていく。パリスの効果、あれこれ実はやばい、これ融合の使い手だった場合は、あ、でもハンドがもうないか、もうハンドがねえな。多分融合はさすがにせやんな、もう融合もう持ってくるハンドがねえよな。でオッケーオッケーオッケー、まあ、それはいいわ。もうこれ両方とも処理されんのか、両方処理されんの、きつ、厳しい、それは厳しい両方処理されんの厳しい。どうしよう、どうすればいいんだろう、両方それ処理される。いや、おっと、あいつドラゴンめちゃめちゃ弱いな、マジ、いやー、きついな、両方処理されるのきついな、これ。俺の右手が光ってなる、お前を倒せと、輝き叫ぶ、シャイニングドロー。あ、いいんか、悪くない、悪くないだろ、それ悪くないの、それ悪くない。で、太古の白石の効果で、ブルーアイズ回収していきましょう。これは悪くない。ねえ、カード1枚セット、で、ターン終了していき、セットしてみた、まあ、さすがにセットしないか。これで単独1枚で回数力がないから、マスクされても多分大丈夫、マスクされても多分大丈夫、マスク引かれても、隕石すればいいから多分大丈夫で、あ、マスク大丈夫だ、マスクではない、マスク引いていない。さあ、ここで、出てくるのはおそらく、あ、ディアボリックは OK、 ディアボリックは全然 OK、 ディアボリック攻撃表示 OK、 そこまではいい、打点が足りてない、大丈夫。でモンスターを1体召喚するのか、なんだ、局所か、ファリス、あ、オッケー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 、あ、オッケーオッケー、全然いい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 。で、ファリスのモンスター効果、あ、モンスター効果なんだっけ、あれ、あぶねえあぶねえ、びっくりした、あぶねえ死んだのおった今。で、インが切断していきましょうか、インが切断を打ちかましていく、隕石効果発動していく、太古の白石を墓地に送ってファリスを除外させていただき、太古の白石のモンスター効果発動、現れろ、ブルーアイズの名を冠する、なんか知んないけどブルーアイズとして扱われるモンスター、白き霊竜、白き霊竜のモンスター効果を発動、魔法トラップゾーンのカードを1枚除外させていただこう、そして俺はカードを1枚ドロー、諸侯の騎士、強い、ふん、強い、諸侯の騎士、なるほど、諸侯の騎士、なるほど。このターンで削り切れませんね、これチューナーだったらよかったんですけど、削り切れませんね、削り切れませんので、これ無限にオットアイズ腐ってんなびっくりした、無限に手札のオットアイズ腐りすぎれば、これ削り切れないか、普通に殴るしかないか。で、バトルフェーズ入るしかないんだよこれ、そうね、戦前だから1400で削り切れないから、これはシンプルにこうして太鼓を送っといて、こいつっていう手もあるのか、こいつっていう手もある、さすがに太鼓だな、さすがに太鼓で、太鼓送って、で、これでぶん殴って、で、ブルーアイズにしていきましょう。あ、なんだ、あ、そうか、インクリスか、インクリス OK、 インクリス OK で、ターン終了戦で、太鼓の白石のモンスター効果発動していく、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン再び降臨せよ。よし、これさすがに返せんだろう、これさすがに返せないはず。で、太古の白石も変身してブルーアイズになれるんで、これさすがに返せないはず。ツインバースト出したいエアーマン召喚いいよ、エアーマン召喚は別に、エアーマン召喚したところでなんかなるか、なんか、え、これインクリースリリースして出すビジョンヒーローっていないよな、もうさすがに。
これさ、なんかインクレスからのバイオンからのなんか融合みたいなのされる、あ、されないの、やぶれされないの、あっぶれ採取きた、オッケーで、スキル発動、オルタナティブ、俺はブルーアイズホワイトドラゴンの魂をオルタナティブに変身し、オルタナティブホワイトドラゴンのモンスター効果を発動、相手のモンスターを一体破壊させていただこう、いいだろう、インクリースはどうでもいい、そんなカードはどうでもいい、もう一回破壊してやるぜ、青き目の祭祀のを召喚し、青き目の祭祀のモンスター効果、ホワイトオブチエンシェントを回収、そして俺はレベル8オルタナティブホワイトドラゴンにレベル1青き目の祭祀をチューニング、真空の召喚、大地を揺るがす灼熱の号砲、今強大な敵を勝ち破滅をもたらす砲弾とかせ、真空の召喚、ドラッグオンバーミニオン、ドラッグオンバーミニオンのモンスター効果を発動する前に、集団にいる大丈夫だ、ドラッグオンバーミニオンのモンスター効果を発動、チューナーモンスターを手札から除外し、貴様のフィールドのモンスター一体を破壊させていただこう、さらに墓地の太鼓の白石のモンスター効果を発動、オルタナティブホワイトドラゴンを回収、そしててめえにブルーアイズホワイトドラゴンを見せつけることにより再び現れよ、オルタナティブホワイトドラゴン、バトルフェイズ滅びのバーンストリーム、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、天井員アスカ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あれですね、あのオットアイズ待ちですね、オットセイ待ち、オットセイ、ほんまになんかね、なんかね、楽しい。あの今までってさ、あの青眼って結構高校取った時にこれ結構太鼓墓地送る手段なかったじゃないですか、まあ、あんまり、まあ、あのこの、あの剣士とかはいたけど、こっちオットセイ引いてなかったけど、オットセイ今までの普通の青眼だけど、これ太鼓持ってくる、でこれをあの例えばこのゼロのやつをオットセイにしてもいいしね、別になんかね、ほんとね、なんか高校で1個2800打点が急に立てて殴っていけるっていうのは結構強くて、コズミックサイクルは別にいいわ、それは1枚からはいい、それが楽しいんだよね結構。まあちょっとゴミが増えるんですよ、あのデッキの中にほんと引いちゃいけないカードほんと死ぬほど出てくるんで、これがいや一番やばいですね。手札マジでやばいこと起きることあって、非常に、何も動けない、例えば、オットセイ、オットセイ、オットアイズ、青眼、因果とかだった場合はもうなんかただ因果でゴミ切って終わりみたいなそういう感じになっちゃうんですよね。それがちょっとね難点ではありますね、めちゃくちゃ増えちゃうから、上級モンスターばっかりみたいなデッキになっちゃうんで、引いてはいけないカードが結構多くて、セットで引けばなんとかなるけどみたいなことが多い。それは、いいわ、シストランクしか、いや、オットセイだ、オットセイだ、出た、これ伝説のムーブだ、これね遊戯王引き以外だった、なんか失踪の暗黒騎士ガイアをリリースしてね、これ出すとなんか光と闇が揃うからいきなり怪力出せるし、しかもカオスソージャー持ってこれるみたいな、失踪の暗黒騎士ガイアでこいつはリリースされた場合に、デッキからカオスソージャーモンスター相手手段加えるんで、これで怪力を持ってきて、まあないんだけど、デュエルレックスには怪力ないから、酔い闇持ってきた、で酔い闇出せるわ、だからそうこれ強いよね普通にこの動き。ただしこいつは効果を使うとバトルフェーズ行えないっていうクソザコい効果持ってるから、これは別にいい、こいつマジ弱いんだよな、酔い闇めちゃくちゃ弱くないですか、こいつマジ先行ハンデス以外に使う意味ねえと思うんだよな、これ普通にそれやればバトルフェーズで、因果切断の効果によって太鼓の白石を墓地に送って酔い闇を除外させていただこう、2800という大ダメージは受ける、で太鼓の白石のモンスター効果を発動し、これでブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる、ブルーアイズホワイトドラゴン、よし、そしてカードを1枚取ろう、白きレイリー、ほらこういうことが起きるんだよな、すぐこういうこと起きるからすぐこういうこと起きんねんな、スキル発動していく、ゴッドセイよこせやマジで、でからのオルタナティブのモンスター効果発動、相手を1枚破壊していく、そしてカードを1枚セットしていく、これでターンを終了していくしかない、いやチューナー欲しい人生やった、完全に
中名が欲しい人生ではあった。ただし結構この盤面辛いでしょ、言うて辛いは辛いはず。この盤面はさあ来い天井にいますか。というかさ、そのデッキ使うんだったら闇遊戯で使えよ、カオスソルジャー。なるほど、なんかロマン求めてるかあんのにさ、アスカで使うのめちゃくちゃ残念なんだけど、しないんかな。もうあれだぜ、景色の使い手は闇遊戯さんでも使えるんだぜ。アップデート入ったのご存じない、儀式の挑戦士の方が、挑戦士の方がまあいいわ、相打ちしかない、相打ちしかないからいける。AD チェンジャーとオッドアイズドラゴン、あ、なるほど、確かにそういう組み合わせもいけんな。カオスソルジャー来た、はい、はい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 、AD チェンジャー、